今日はね、オスプレイのね、エクソス58、これを見てみたいと思います。まずね、これ、一番の特徴かわかんないけど、めちゃんこ軽い。1.3 キロです。で、ただ推奨パックウェイトがね、14から16なので、それ以上を詰めることはできないので、工夫してね、荷物を減らさないといけません。あとね、この背面がメッシュになってて、しかもこのメッシュと実際のこのザックの背中の部分にね、隙間があるので、かなり通気性がいいと思います。で、この背面調もね、こう4段階で調節できて、ちょっと自分のこの背面調とこれをどう照らし合わせるのかはちょっとわかんないんだけど、多分、これ L サイズなんだけど、この一番上でいいんじゃないかなと思います。で、L サイズの場合はね、エクソス58と言いながらも、基本的に61リットルあるので、容量バッチリです。でね、取り外し式の雨蓋がついてます。でね、これ、まあ、入り口はこう、よくありがちな、こう、絞って止めるやつで、開くときはこう、単に引っ張るだけです。で、ここにね、ハイドレーションの止めるクリップがあるんだけど、これなかなか面白くて、こういう風にちゃん、なんていうかな、ペラッとしたクリップみたいなのがあるだけなんだけど、これをね、ここに、こう引っ掛けると、こう引っ張るとね、このクリップがね、いい感じに止まってくれます。まああとはね、基本的にもう便利な機能満載なんだけど、いろんなところにね、なんか引っ掛けられるような紐がついてて、で、このサイドポケットも、上からもアクセスできるんだけど、この、こっちからもアクセスできて、ここから物落ちんじゃないかなと思うんだけど、多分この辺をね、ちゃんとこう締めてれば落ちないんでしょう。あ、あとね、ここにピッケル用のループが1個だけついてます。ここでね、ピッケルしっかり止まるし、あとここ、ここにね、ちゃんとあの、ポールを止める、ゴムがついてて、ここのね、こっち側とこっち側で縛ることができます。背負い心地もね、これすごいいいので、結構おすすめです。